俺の彼女と幼馴染みが、シュラバスキルは、広志自由史目セによる日本のライトノベル作品。イラストハルローが担当している。SB クリエイティブが文庫館。略称は、俺シュラ。2021年3月時点で、シリーズ累計発行部数は200万部を突破している。スクウェア・イニックスの漫画雑誌、月刊ガンガンジョーカー2011年7月号より、 コミカライズ作品の連載が開始された。作画は7、スケが担当。また、2011年10月25日発売の、月刊ビッグガンガン創刊号より、広志寺がシナリオを、稲瀬真也が作画を担当する、スピンオフ漫画、俺の彼女と幼馴染が、修羅場すぎる H が、同じく、ヤングガンガン同年21号より、マリモによる4コマ漫画、俺の彼女と幼馴染が、 シュラバすぎる4、コマが連載された。2012年7月にテレビアニメ化が発表され、2013年1月より3月まで、東京 MX、朝日放送、BS11 他にて放送された。県立バネの山高校1年1組の軌道 AF 都市は、ある理由から色恋しさたには、脇目も振らず、学年トップの高成績を達成していた。ところがある日、帰国子女で、 校内一の美人と評判の夏川誠良から、突然、一緒に帰りませんかと誘われる。真意を図りかね、断ったものの、連日誘われ続けた挙句囚人監視の中で、告白されてしまう。実は、魔良は恋愛座汰に嫌を勘しか抱けない、恋愛ンチであり、連日男子から告白されては断るという日々に、うんざりしており。 同類飛び込んだ英夫都市に偽装カップルを演ずることを持ちかけたのだった。面倒なことはごめんと拒絶した英夫都市だったが、弱みを盾に取られ、偽装カップルを了承する羽目となる。英夫都市とマリオのカップル成立は、校内で瞬く間に評判となるが、幼馴染の春先、近づを巻き込んだ、自らを演出する乙女の会の活動過程で、 決定的な修羅場を招いてしまう。さらに、元カノを自称する、秋篠騎下と、風紀委員で、婚約者の東海愛が、次々と加わり、ことあるごとに、AF 都市が修羅場すぎる、と外端する展開が続くことになる。担当声優は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版の順で記載。声優1名だけの記載の場合は、テレビアニメ版のみであることを示す。 ジエオツの海学園の生徒第3巻には、キャラクター設定集、広志自由史メセによる書き下ろし小説、ルローによる書き下ろし漫画が収録された、小冊子付きの限定版も発売された。第6.5巻には、俺の彼女と幼馴染みが、修羅場すぎる H と描き下ろし短編が収録される。ホブイリコーズより2011年7月29日に発売。第2巻は、 同年10月28日に発売。HBDC-095HBDC-097 ホブイリコーズの特設サイトでインターネットラジオ番組シュララジが2011年4月28日より不定期更新で放送されていた。2012年12月14日から2013年8月30日までテレビアニメ版のインターネットラジオ番組 ラジオの婚約者と幼馴染みが、修羅場すぎるが毎週金曜日に公式サイトと、おと泉にて配信された。レギュラー配信は全38回。その後、原作8巻ドラマ CD 付き限定特装版の発売に合わせ、2014年7月15日に公式サイトとニコニコ動画にて第39回が、また、原作12巻ドラマ CD 付き限定特装版の 発売予定解禁に合わせ、2016年8月10日に、YouTube とニコニコ動画にて第40回が配信された。2013年1月より3月まで放送された。全13話。東京 MX での放送開始前の2012年12月24日には、日本橋三井ホールで、朝日放送での放送開始前の2013年1月8日には、ABC ホールで、 それぞれ放送前イベントが開催され、主要声優陣が登壇した。また、放送中には、原作出版社が、同じテレビアニメ、ハイヨレ、ニャルコさん W とのコラボレーションが行われ、それ専用の公式サイトの解説やイベントの開催が行われた。これは2012年秋に、ハイヨレ、ニャルコさん W の制作が決定した際、 本作のマリオがお祝いソングを動画としてニコニコ動画で公開したことがきっかけとなっている。2015年10月期には毎日放送、アニメ特区枠にて近畿広域圏における実質再放送を実施。2013年2月27日から発売。各館には特典 CD、特製ブックレットなどが同梱されている。第3巻、第5巻、第7巻には 原作者書き下ろし特典小説、俺の彼女と幼馴染が、修羅場すぎるマイナス -1 を収録。各、キャラクターソング CD の作詞はすべて原作者である、広史寺、有志メスが務めている。NEC ビッグローブのスマートフォン向けアプリのカードコレクションゲーム、嫁これに参加している。俺の彼女と幼馴染が、修羅場すぎる4コマに関するカテゴリー。ありがとうございます。